スバル EA82 水平対向4気筒エンジンを裏返しにしたところ、中央に見える四角い蓋がオイルパンである。オイルパンとは、オイル使用機器からのオイルの流出を防ぎ、一定量までせき止める機能を持つ囲いである。エンジンの部品の一つとしては、シリンダーブロックの下部に設けられた一種の蓋である。ウェット散布方式と呼ばれるエンジンに設けられたオイルパンには、 サンプと呼ばれる液体を滞留させるくぼみが設けられており、エンジンオイルを貯めておく役割を果たしている。自動車のエンジンで一般的な構造であり、エンジンの下部にはエンジンオイルを貯めておくオイルパンが備えられている。オイルパンの容量が直接そのエンジンにて使用されるエンジンオイル送料を左右する要素となるため、大排気量エンジンになるほど、 大きな溶石を持つオイルパンを採用することが多い。また、オイルパンには、走行風でエンジンオイルを冷却する役割もあり、沈殿式のオイルフィルターとしての役割も果たしている。オイルパンに蓄えられたオイルは、オイルストレーナーを備えた、オイルポンプで吸い上げられ、露出式のオイルフィルターを通って、エンジン各部に行き渡る。オイルパンには、オイル排出用のドレインプラグが備わっており、 オイル交換の際にはこのプラグを外してオイルを排出する。またエンジンオイルの量を測定するためのオイルレベルゲージもオイルパンに直接接続されるように設けられている。このオイルレベルゲージの挿入される管は自動車の整備においては吸引ポンプが挿入されてオイルを抜くために活用される場合もある。オイルパンは障害物の衝突による破損を最小限にするため一般的には プレススチールで製造されていることが多いが、スポーツタイプの車やターボ車などには、オイルパンの他にオイルクーラーによってエンジンオイルを冷却しており、社外部品では、冷却性能を高めたアルミ合金製のオイルパンが設定されている例もある。しかし、ウェット散布方式には、下記のような欠点も存在する。これら二つの欠点が存在することから、 モータースポーツに用いられる自動車や一部の市販オートバイ、あるいは航空機用エンジンでは、オイルパンを用いない、ドライサンプ方式が採用されている。ウェットサンプエンジン向けの社外オイルパンにおいては、コーナリング時のオイルの偏りを防止するための仕切り板が追加されている場合も多い。ありがとうございます。